はい、どうもこんにちは、藤尾です。トゥーザムーン実況プレイパート4やっていきたいと思います。まあ、記憶の感じはもう結構来たな。でも初老の前半ぐらいまで来ましたね。ここですね。はい、というわけで何やら不穏な空気なんですよ。今バーテンダーだったっけ。お、ニールだね、動かしてるの。バーテンダー、お、いらっしゃい。何しますか。どうもどうも、オリーブのピクルスをいただけますかな。はい、少々お待ちを。お支払いは現金、それともキャッキャッ、こぎってて。すいません、うちこぎっては使えないんですよ。じゃあつけてお願い。あんたちゃんと金は持ってんの。そんなにリセットしてほしいのかい。怖え。ああ、いざ涙。どうもどうも、オリーブのピクルスをいただけるかな。へい、少々あんちゃん、おしゃれ元気、ちょっともケース、つけといてよ。今日はなんかバーッと使いたい気分なんだよね。え、本当に、ありがとうございます。ちょろい。オリーブのピクルスです。兄ちゃん、サンキュー。今日のチップは過去最高額になるだろうね。ありがとうございます。やっぱりあんたって最低ね。硬いこと言うなよ。これで、うん、あ、一個出てきたね、ドラゴンボール。これで早くしたら時間がもったいないと。これ持っていけばいいのかな、こっちに。あら、それってオリーブのピクルスですか。あ、オリーブは好きかね。もちろん、特に冷たての新鮮なやつがいいですね。めっちゃ嫌いなんだよね、ニール。オリーブ。ご一緒しても。あ、いいとも。一緒に瓶を開けようじゃないか。一瓶。いいですね。エヴァ、今すぐ味覚シミュレーションを切ってくれ。やだ。鬼だ。エヴァ鬼だな、これ。覚えとけよ。絶対仕返ししてやるからな。うわぁ、かわいそう、これ。まあ、自分で撒いた種だけど。かわいそう。じゃあ、早速いただこうか。いや、楽しみ。おっぷ。これはきついだろうな。どうした？いえ、ただ、オリーブを味わってるだけです。そうか、そうか。どうだい？最高だろう。ええー、信じられないですよ。こんなものを作った人がいるなんてね。会ってなくていい。また二人やるからな。いやー、こんなにも言葉で意味合いが変わってくるとはね。だから言ってやったよ。これは変だってね。みんなも頷いてたよ。すんごい盛り上がってる。いっぱい出てくる。で、君は今の社会がどういうところが悪いか、分かってるか？あははは。話弾んでますね。政治の話まで弾んでるって相当だぞ。ああ、確かにここにあるが、なぜかね。見てもいいですか？あ、いいよ。ほら。はい、ストップ。お、ここで、ザワールドか。イエス、ついにやったぜ。オリーブは美味しかった。君は黙ってなさい。鬼だかんな、エヴァ、ただの。どうしたらいいんだ、エヴァ。あ、ついてくる。これ見ればいいのか。お、出てきて出てきた。じゃあ、あ、待って、私が。お姉さん、心配はご無用。ね、本で読んで知ってるんだ。お、どうするんだ、ニール。ハルクスマッシュ。これなんだ。ごめん、元ネタ知らないけど、ハルクってなんだっけ。なんかのゲームかな。こういう遊び心が大事なんだよ。メメット、来た。地獄の時間。ここ
回4回か。これは、ちょっと勘でやってみるわ。2。あー、惜しい。5回か、これじゃあ。あれ？ 4 回になった。やった！初めて最初手数で、いけたよ。やったやった。ちょっと進歩してるかな。じゃあ早速、起動。白髪がない時だ。若い時に来たね。とうとう。これがなんだ。さっきの場所で言ってた、あのことを話したのかって言ってた時の、前のパートの話が、ここで出てくるのかな。なんちゅう高さや。なんで関西弁？そんなこと言ってる場合じゃない。上空200億ナノメーターの位置に立っているんだぞ。どうしてナノメーターで例えた？そんなに高さを強調したかったか。飛び降りればいいんじゃない？そんなに痛くもないんだし。バカ言えよ、スカイダイビングだぜ。高いとこ苦手なんかな？とどまるのもダメ。飛び降りるのもダメ。畜生、こういうの本当に嫌だよ。落とされた。エヴァほんと鬼じゃん。男のくせに、確かに、だらしねえな。エヴァの方がよっぽど肝が座ってるよ。ニルいた。なんでこんな風に打ち捨てられるんだろう。もう必要ないからだろう。必要ない？船にとっては、だよ。わかるだろう？今や GPS とか、そういうものが船には当たり前についてる。リバー、あのね。ここは、僕にとっても大事な場所だ。それで、考えたんだけど。今、僕らの生活はすごく安定しているし、ちゃんと貯金すれば、いつかこの近くに家を建てられるようになると思う。もちろん大変だろうけど、毎日窓から見られる。すっげえ嬉しそう。朝も夜も、近くにいられる。それから、いつでも来られる。超嬉しそう。もう東大は一人ぼっち、これは、もしかするとですよ。一人ぼっちじゃないって言ってるってことは、東大のことを、アーニャと呼んでいたのでは。ああ、そうなる。よかったじゃない。おいおい、冗談だろ？冷静に考えてみてよ。壊れてく電車を毎日見るようなもんよ。確かにな。まあでも電車好きにとってはそれがいいっていう人もいるだろうしな。リバはそういう感じの人だったのではないでしょうかね。結末じゃなくて、そこまでの一瞬一瞬の過程が大事なのよ。大事なのは、あそこで彼らが幸せでいること。さあ、行きましょう。ほう。いやー、めっちゃ幸せそうじゃん。この時。いやー、多分さー。あ、勝手に出た。ちょい待った。そうだよね、ニール。俺もそう思うよ。二人が言うアーニャってのはもしかしてあの東大のことか？多分ね。あ、やっぱりエヴァも感づいてたんだね。じゃあリバは東大のために治療を拒んだってことか。そう考えるとかなりの変人だな。
そう。ニールなんか今回気が合うな。変人とはよく仕事でタッグ組んでるけどね。それは僕も、だって。にしても、変だろ。何せよ関係ないことでしょ。彼女は私たちのクライアントじゃないんだし。ノート、アーニャを手に入れた。彼女って言ってたからさ、ね、まさか灯台だとは思わないよな。アーニャ、崖にある古びた灯台のこと。いやー、日本じゃ考えらんないよな。灯台をさ、彼女呼びするってさ。ねえ、考えらんないよな。お。こいつらあれか？イザベルとニックか。あ、どうしよう。上行ってみるじゃん。あれ？あ、ごめん。超見当外れなこと言ってたわ。ジョニーとリバーだね。さっき出てきたな。そっかそっか。あそこに行く前の記憶なのかな？灯台の前に行く前の。なるほど、騙された。わあ、いっぱい集まったな。じゃあどこに、メメントあるかな？一応もうすべて集まったな、ドラゴンボールは。こっちなの？それともさっきの灯台に戻るってことかな？わからない。あ、あそこになんか、リスみたいなやつがいる。お、こいつ？え、まさかの？こいつなんですか？はい。あ、ニールやります？ニールやりますか？ビッグバンのトーク！あ、なんもやんなかった、ニール、今回は。はーい。メメント起動します。準備します。今回の最小手数は5回。トータルで僕は今、ちなみに43回やっておりますけど。かなりの数ですね、多分。今回は、あ、今回いけるんじゃない？もしかして。待ってね。多分いける気がする、1。無理だ！あ、ミスったー！バカ野郎！俺のバカ野郎！これでいけると思ったんだけどさ。無理じゃんね、普通に。あれ？なんか余計なことしたな。余計に増えた気がするんだけど。はい、はい。助けてくれー。斜めで。あー、もうやっといけたー。おら、17回だ、今回は。見たか、この野郎は。もう前回でさ、ちょっと最初手数でいけたから、なんか、調子良くなってんかなーと思ったら、案の定この様だよ。くっそもー。今回、あ、これ折り紙か。ちっとも成長してなかったなぁ。残念だなぁ。リバー？ほう。これは、いつなんだろう。ウサギ、さすがにもううんざりだな。うさぎばっかだね、確かに。こんなもんか。あれいないね、鴨の橋。リバーも見た感じ、外にいるんかな？この部屋の。下。あ、ピアノ、ここにあるんだね。ヘルビタベビーグランドピアノだ。こんなもの、どうやって2階にあげたのかしら。どこでもドアがあれば一瞬だけどな。そうでもないわよ。そのドアだって通れない。確かに。確かに。
うまく収まってるピアノを動かすのは誰にとっても大変なことなんだよ。ここに収めるにもそれはそれで感動的な話があってね。それ聞かせたよ。やめとこう、かなり壮大な話だからね。下、こっちかな。お、おー、折り紙折り始めた時のリバーかな、これ。こんな朝早くに髪を切りに行ったの。鴨の橋、いた。持ち歩いてんのかな、鴨の橋を。いつも、リバーは。何をしてる？ウサギ。これは怖いなぁ。私が置いてったウサギ見た？ああ。これは普通じゃない。どう思ったか教えて。え？ウサギについて説明して。黄色だった。他には？これ。ちょっと待って待って待って。それでこれ同じことやってるじゃん、過去にも。普通の折り紙のウサギだったよ。他にどう表現したらいいかわからない。リバー、なんか変だよ。どうしたの？リバー？いやー、これジョニーからしたらさ、しんどくないかこれ、この結婚生活。なんで折り紙折ってんのかも分かってないんだもんね。怖いよね。君はどうか分からないけど、なんかデジャブを感じるな。彼女の状態は大体分かったつもりだけど、それにしてもこれはちょっと変ね。大体分かった？あんたは？大体な、話に聞けば分かるかな。でも、君が言ったみたいに、彼女はクライアントじゃない。やるべきことだけやって、ギャラをもらおう。はぁ。長いオレンジの髪の束が大量に捨てられている。何やってんの、リバー。ちょい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 。カモの橋。あ、今回こいつか。もう一個、玉があるはずなんだけど、ドラゴンボールが。いやー、ジョニーさんよ、心当たりないのかい？ディバー、ウサギを掘り始めたのはこの日からだよね。あ、来た来た。はぁ、じゃあ早速メメントやってこうか。だんだん話が重くなってきたなー、なんか。よし、気合入れていこう、今回は。あ、いけそうな形してるけど、どうだこれ。斜め、行ってみっか。あ、来た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 、3回。よっしゃ、あー、決まると気持ちいいな、これ。鴨の橋だ。起動。ん？車の中？はいはい。ここに出てきた。外だね。あ、通れる。あ、でも調べらんないな。どういうことだこれ。じゃ、とりあえず上に行ってみましょう。ここに出たの初めてだよね、こんなに外に出たのは。
なんか意味あんのかな。お、勝手に出てきた。あ、違う、地震来てんな。大丈夫か？ OK。ちょっと揺れたわ。一個だけ出てきたな。歩いたら出てくるかな？他のやつも。あ、家ができる場所はここね。しかしこんなところに家を建てるかね。高いところとか危ないところに引きつけられるっていうのは理解。ああ、こいつは高いところ苦手だから。そう思うんだな、多分。高所恐怖症。そっか、ニールは高所恐怖症か。ちょっとリバーには無縁。じゃあ上に上に。あ、こっち行けるかな？あ、行ける行ける。こっち側に行って。ああ、こっちも渡れる。丸太を伝っていけるんだね。あ。若っ。だいぶ若いな。さっきと変わってないか？でも。それが最初に私のことが気になった理由。そうだ。ああ、これニコラスと話したやつかな。昔のことを話したのかって言ってたやつかな、多分。今は？少しはあるとは思う。でもほら、それはとても昔の話だ。その、今と関係がない。でもイジーが真実を言うべきだと言っていたから。僕は最初にそういう思いを持つべきじゃなかった。それは何？お手玉かい？アニャのところまで投げられる？どうだろう？試してみようか。本当に？リファー、何考えてるんだ？こっち行く？あぶな！ちょい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 、本当に大丈夫か？リバー。危なすぎる。変人すぎる。この記憶はさっきのものとそう遠くはないみたいね。つながりがあるってこと？多分ね。はぁ、あ。いや、見てらんねえわ、マジ。リバー、やばいだろ。じゃあ残りの、ドラゴンボール探さないとな。あれ？動けない？あれ？いけないのか？あ、いけた。決定ボタンを押さないといけなかったな。あ、で、これ、バック、リュックじゃん。多分2パートぐらい前で見つけた、ボロボロのリュックってやつじゃない。あと1個はどこだ？ジョニーとかには喋れないか。紙、そういえば前回だか、今回の初めの方に、ゴミ箱に紙がいっぱい入ってたよね。そっか、紙切っちゃったのか。昔は長かったんだね、じゃあ。あ、間違った。こっちで。今回もニールは活躍しないかな。普通に。普通にやったじゃね。事務的に。よし、やるか。あ、ちょい待って。これ、今回もいける気がするぞ。これで。来たこれ。やったー。よーし、OK。4個で。無事できましたと。まあ、今更数気にしてももう遅いんだけどね。67とかさっきなってたから、全部で。よいしょ。まあ、だんだん上達してきているところ。ね、見せられるんなら、
それに越したことはないか。お、半分ぐらい戻ってきたな。結構遡ってるな。結構。ジョニー、それは一人一人違うわ。私と彼女が同じ症状だとしても、同じ考えを分かち合っているわけじゃない。でも、何かしてあげてほしいんだ。最初は何もかもうまくいってた。でも今は違う。かなりひどくなってる。ああ、昔にやっぱ相談してたんだな。同じ部屋に一緒にいても、彼女はそこにいないんだ。どうしたらいいかわからない。こんな状態が続くのは耐えられない。普通の人はそうだろうな。私には彼女のことがわからない。でも長い時間関わってきた。でもそれをはっきり言葉にするってなると話は別。何かを伝えようとしてないからって何も感じていないわけじゃない。彼女はそこにいるのよ、でしょ？時々彼女が気にかけてるって信じることが大事よ。ああ。難しいよ。日によって違うから。そうね。待てよ、イジー。僕から見れば君は普通だ。同じつまり、イザベルもなんか、変わってるってことか。どっかしら。診断されたから。頑張れば社会的な振る舞いを身につけることはできなくなかった。でもね、リバーには同情と一緒に嫉妬も感じる。私はずっと演じ続けてきた。今までの人生ずっとそうしてきた。ステージの上だけじゃなく、ステージを降りても、いつでも、どんな時でもね。演じるしかなかった。だから演じるのが上手くなった。普通でいるにはそうするしかなかった。でもリバーは少しも演じなかった。ああ、なんか、障害がどっかあったのかな、精神的な。それを選んだのか選べなかったのからなのか、それが勇気なのか臆病なのかはわからないけれど。ある日、もう取り繕えない日がやってきたわ。そこでやっと遅すぎたって気づいた。みんなの知ってるイザベルは全部作り物で、本当の自分は弱いままだったの。だから、彼女が羨ましい。こういう症状の人って初めて会ったかも。厳密に言うと会ってはいないけどね。あ、一応プログラムだからね。この話は私たちには関係ないこと。さあ行きましょう。はぁ、あ、そっか、なんか本当に話がなんかな、普通のカップル、いいカップルだなと思ってたけど、どっかしらやっぱりダメなところがあったんだなぁ。イザベルもな、別に普通に見えるんだけどね。いやぁ、わかんないもんだな。リバーまでは行かなくても、やっぱり、いろいろ問題を抱えていて、イザベルはまあ、自分で向き合ったんだろうね。はぁ。というわけで、時間が時間なんで、今回はこの辺で一旦切ります。いやぁね。この後どうなってくんだろう。てか、ジョニーはどうして付き合うと思ったのかがすんごい気になるわ。いやー、お疲れ様でした。あ、セーブファイルってこれ3つしかないのか。そっかそっか。じゃあ、今回はこの辺で終了します。お疲れ様です。失礼します。